アンソニー・フレデリック・ワイルディング愛称は、ニュージーランド・クライスト・チャーチ出身の男子テニス選手。1910年から1913年にかけて、ウィンブルドン選手権の男子シングルスに4連覇を達成し、黎明期の全豪選手権でも1906年、1909年の2度、優勝した。しかし、1914年に勃発した第一次、世界大戦に徴兵されて、 フランスで戦死してしまい、戦闘から帰還できなかった悲運の人物でもある。愛称のトニー・ワイルディングで優勝記録表やテニス文献に記載されることも多い。全豪選手権は1905年に第1回大会が行われ、初代優勝者はロドニー・ヒースであった。ワイルディングは1906年の第2回大会で単腹優勝を飾り、シングルス決勝では フランシス・フィッシャーを6から0、6から4、6から4で圧倒し、ダブルスではロドニー・ヒースとペアを組んだ。1909年の第5回大会では男子シングルス決勝でアーニー・パーカーを6から1、7から5、6から2で破り、3年ぶり2度目の優勝を果たす。1910年から1913年までアンソニー・ワイルディングは、 ウィンブルドン選手権で大会4連覇を達成した。当時のウィンブルドン選手権の競技方式は、現在とは大きく異なっていた。まず、チャレンジラウンドが行われ、大会前年優勝者を除く他の選手たちが1回戦からトーナメントを勝ち抜き、それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦う、オールカマーズファイナル方式で優勝を決定していた。 ワイルディングは1910年のチャレンジラウンドを制した後、1909年の優勝者、アーサー・ゴアとのオールカマーズファイナルを6から4、7から5、4から6、6から2で制して初優勝を飾った。大会前年優勝者は無条件で決勝に進出できた点が現在のシステムと大きく異なっているが、ワイルディングは1911年からは、 チャレンジラウンドの勝者を待つ立場になり、こうして1913年まで4連覇を達成する。しかし、1914年のチャレンジラウンドを勝ち上がった、ノーマン・ブルックスとオールカマーズファイナルで対戦したとき、ワイルディングはブルックスに4から6、4から6、5から7のストレートで敗れ、大会5連覇はならなかった。チャレンジラウンドから、オールカマーズファイナルへの流れで優勝を決定する。 公式の下では、1881年から1886年にかけて、ウィリアム連勝が6連覇の記録を保持しており、ワイルディングは連勝の記録に2つ届かなかったことになる。ノーマン・ブルックスは1907年のウィンブルドン選手権で、イギリス人以外の選手として最初の優勝者になった人であり、ワイルディングを破った1914年は7年ぶり2度目の優勝であった。 ワイルディングとブルックスは、この1914年ウィンブルドン選手権では、男子ダブルスでペアを組んで優勝した。デビスカップでは、ワイルディングは1905年からオーストララシア代表選手として出ハに参加した。ワイルディングは1907年、1908年、1909年、1914年と4度の出ハ優勝に貢献した。しかし、 ワイルディングのテニス経歴がまだ最盛期にあったさなか、1914年の夏に第一次世界大戦が勃発する。ワイルディングもブルックスも第一次世界大戦に徴兵されてイギリス軍に入り、ワイルディングは1915年5月9日にフランスのヌーブ・シャペルで戦死した。わずか31歳6ヶ月の短い商売だった。アンソニー・ワイルディングはオン・ザ・コート・アンド・オフ。 という題名の著書も残している。この本は日本テニス界が公式テニスへの転向を模索していた1913年に慶応義塾大学からのイギリス留学生としてウィンブルドン選手権を観戦した小泉晋三の手で日本に送られ当時の貴重な参考文献として用いられた。ありがとうございます。